どうも、赤木です。今回は18節セレスト戦振り返りたいと思います。結果は2対1、相手のゴラスと回って、結局2失点をしてしまい、後半にリンセンの初ゴールで、1点返したものの及ばずという試合になってしまいました。はい、スタメンの方ですね。渡辺ウィング予想だったんですけども、大久保が戻ってきましたということで、4-3-3、大久保左ウィングの形になりまして、でセレストの方は予想通り、4-2-3-1、ビトル・ブエノがトップ下になっている、こう3節で使っている、システムと同じものを今回も使ってきました。セレッソと裏の噛み合わせ、4-3-3と守備陣はセレッソ4-4-2なので、こんな感じなんですけども、基本的に2トップでアンカーを見ながら、プレスのスイッチはやはりレオセアラ、センターバックとキーパーのコースを切りながら、あるいはセンターバック間のコースを切りながら、誘導していって、このボールサイドの、スペースではめ切るというところがセレッソの一つの狙いでした。ただレッツもここに対して、外せていた形がいくつかありまして、一つは大久保、9分ぐらいのシーンで、この中央に入ってきて、サイドハーフが噛み合わせに来たところの、この背後のところ、この局面で数的優位を作りながら、ボランチ脇を使って剥がしていくと。顕著だったのは28分ですね。大久保がこのボランチの間に顔を出して、数的局面を作ったところから、岩尾にレイオフして、で、大久保が下がってきたので、伊藤が一列前に、で、前進したいスペース、このボランチの背後のスペースのところで、ポジションを上げてボールを受けることができると。中島が今までそういった、主に左サイドでそういったフリードールの役割をしながら、渡辺がポジションを上げるみたいな動きでしたけども、今日に関しては大久保が、より中央にビルドアップの際に移ってきてからの解放。なので、この必然的に左サイドからの前進というのがやはり多くなったかなと思います。あと、そのボールを進めるというところで言いますと、単純なフィード。ツートップがこう寄せれないとアバック、フリーな時に、マリウスからこう前田へ、フィードが送られて、その際にしっかりインセラーハーフの伊藤が高い位置を取っているので、ここで折り返して、チャンスがあったり、また岩尾がツートップの前に降りてきて、10分のシーンなんかは、瞬間的にここで降りてボールを受けた際に、セレッソもしっかりこのコンパクトな 4-4-2 を保つために、このラインはしっかり上げているということなので、こういった大きな裏のスペースに伊藤が高い位置を取ったところから背後を狙う動き。このシーンは前田へ通って、そこに大久保、さらに安井なんかも絡んでの、前田の決定機でした。こういった感じで、セレッソがコンパクトな 4-4-2 を保ってくる中で、しっかりシンプルに、背後を狙いつつ、このセレッソの2ボランチのところに対して、インセラハーフがヘルプに来たり、大久保が、中央に移って、出口を作りながら前進すると。ただそういった前進の回数、セレッソのプレスをもっと剥がす動きで言いますと、先ほども触れましたけども、左サイドの前進のところで大久保が中央に移ることによって、左の前進が、なかなかなくなってしまったと。例えばですけど、安井が岩尾のヘルプに来た際に、伊藤がこのボランチ感を取って、大久保、渡辺としっかり相手のシステムのズレを生むようなポジショニングをしながら、大久保は中央に入ってのプレースキーもありましたけども、こういった渡辺が高い位置を取りやすいような、もしくは渡辺がもう自主的に高い位置を取って、マリウスに運ばせるといった、そういったところがもう少し増えると、チャンス増えたのかなというところでありますけども、ただこの辺は、このセレッソの2トップの寄せ方、さらにこの中盤2人のボールハント力もありますので、そういったリスクもあって、渡辺がなかなか高い位置を取れない、そういった大変をしながら前進ができないといった、選手の心理的な面もあったのかもしれません。前半に関してはこんな感じで、セレッソの小木監督のコメントもあったように、セレッソのプレスをこういった感じで剥がすことをできていた場面もあったんですけども、ただ徐々にセレッソもビルドアップに慣れ始めて、さらに終盤には、ルーカス・フェルナンデスのフリーキックで先制を許してしまいました。あのシーンは西川氏のコメントもあったように、序盤式においてはスタンダードなやり方であったと思うんですけども、ライトで見えなくなってしまったということで、セレッソの準備もあったんですけども、そのアクシデントがあった後の動きが、なかなか踏めなかったということで、西川自身もコメントしていますし、何よりこういったミスを、次につなげていきたい、西川ですので、ここは次節以降期待したいなというところあるんですけども、ただこの試合に関しては、やはりもったいない失点になってしまったのかなと思います。その失点のところで言うと、2失点目も、奥田を褒めるべき、ゴールですし、西川もポジショニングのところ、あると思いますけども、相手の質が高すぎたかなと。こういったところで、列としては流れを持っていかれてしまったかなと。流れっていうところで言いますと、基本的にセレッソやり方変わってなかったんですけども、後半頭から上城選手を投入しまして、単純に全体の強度が若干上がったように見えました。顕著だったのはこの2トップの後ろのところですね。例えば57分のシーンで、岩尾がマリウス脇に降りて、伊藤がアンカーのようなポジション、前進の仕方としてはそういう形だったんですけども、ただその際に、レオセアラがここ猛烈にアタックをしたことで、石原がしっかり、高い位置取って前田中という形だったんですけども、これうまく誘導されてしまって、ラインを割ってしまったというシーンだったり、レッツの前進の仕方、石原が少し中に入って、伊藤がより高い位置に行く。この右サイドの、局面のところでは、カピシャーバーなんかは石原に少しつく、ゾーンから
から人を突きに行くところに切り替えながら、まあ、ボランチ、サイドバック、まあ、センターバックは基本この2対1でサンタナを見ていますけども、前進の起点になるところはまあ少し、まあ、人を見てというところで、まあ、前半より対応されてしまった部分はあったのかなと思います。まあ、ただレッツもまあ交代でまあ大畑凛選入った63分以降のシーンで、まあ、大久保がまたプラスワンを作りながら、岩尾のヘルプに安井が来たということで、伊藤と渡辺がしっかり高い位置を取って、まあ、このワンタッチの精度があれば、まあ、大畑もしっかりルーカス・フェルナンデスの後ろを取ってましたんで、まあ、この左サイドのまあ2対1の局面を使いながら、ちゃんと作れたかなというシーンだったんですけども、こういったところの精度もまあ後半は若干落ちてしまったと。守備のところはまあ前半から相手の2ボランチに対して、まあ、しっかりインサイドハーフの1枚が出てって、まあ、ウイングが少し締めたところから、まあ、サイドバック出させてプレスに行くみたいな形で、まあ、セレッソもそれほど2ボランチ使ってそこ出口に前進みたいなことは、まあ、こだわらずに、まあ、レオセアラ、リトルブエのめがけてのロングボール、まあ、キムジンヒョンからのロングボール、そういった判断をしていたんですけども、まあ、ただレッツのスライドのところで後半になると少し船木が高い位置を、まあ、取ったところを、まあ、うまく使われ始めて、まあ、前半の終盤にも一度ありましたけども、まあ、そういった形でプレスを剥がされたりですとか、あとは田中だったり奥のどちらかが落ちて、まあ、サイドバックをより高い位置に押し上げるといったポジション立ち位置を変えながらの前進っていうところも、まあ、後半はあったので、まあ、レッツとしてはそこに対して、まあ、なかなかボールの奪いどころ作りきれない岩尾の脇を、まあ、使われ始めてしまったということで、まあ、後半開始から終盤まで、まあ、やはりセレッソのペースになってしまったかなと。まあ、ただレッツも、まあ、交代策のところで、まあ、敦貴は負傷でね交代をしてしまったんですけども、まあ、武田と酒井が、まあ、28分に入りました、まあ、この形で言いますと、まあ、大久保がまあ少し内側を取って武田が外に張る、まあ、そして酒井がそこをまあオーバーラップしていくみたいな形でうまくローリングしながら、まあ、セレッソも少し 4-4-2 で、まあ、ローブロック、まあ、構えるっていう形に、まあ、切り替えた時間帯でもあったので、まあ、そこ右のまあローリングマークしながら、まあ、さらに安井と岩尾、まあ、後半から少しポジション入れ替えながらもあったので、まあ、武田が入る前は岩尾が右足でインスイングのクロスを上げて前田が飛び込むみたいなシーンありましたけども、あのシーン代表されるように武田が張ったところからもうまさにピンポイントのクロス、これまでのレッツでいうと、まあ、やはり、まあ、その前進っていうところはできるんですけども、まあ、最終的にボックス内、まあ、人もしっかり入っている場面はあるんですけども、クロスの点のところが合わないと、特になかなかサンタナの動き出しに合わなかったり、サンタナ自身がまあなかなか動き出してなかったり、出してもそうなると上げにくくなるということで、まあ、クロスの本数少なかったんですけども、そういったまさに裏に足りなかったクロス精度のところをこうやるんだぞと示すようなボールでしたし、まあ、リンセンもしっかり背中を取ってのゴールということで、本当にリンセン、武田、お互いの個性がもうそのまま点に結びついたなという素晴らしいゴールだったかなと思います。まあ、後半のレッツはまあサイドバックも高い位置に押し上げて、まあ、右サイドのプラスワンを作りながら落ち込んでいたので、まあ、カウントを食らう場面もあったんですけども、まあ、基本的にはレッツがまあ押し込む展開だったと。そういった中でコオロキ入れて、まあ、リンセン、コオロキの2トップ組、まあ、コオロキが少し下がり目のポジションでサポートする形、そういったシステム変更だったんですけども、その後はまあ武田の、クロスのところもなかなか左足警戒されましたし、まあ、点で合わせられずということで、まあ、終戦という感じだったかなと思います。はい、セレッソ戦ざっくり振り返りました。まあ、ビルドアップのところ、まあ、何人か怪我人がいながらの中でしたけども、チームのコンセプトをしっかり理解して、まあ、特にセレッソの2ボランチに対してうまく数的優位作りながらまあ前進できたというシーンが、まあ、特に前半は何回かありましたし、右サイド前田の1対1局面というのはロングフィードを含めて直接的に作れた場面もあったので、この辺は良かったと思います。まあ、ただ先ほども言ったように左サイドのビルドアップのスムーズな可変だったり、まあ、後半ウェイジを入れてきてさらにまあ追加点を取ったところで強度が上がったセレッソに対して、まあ、元西川を使いながらうまく相手を引き出すというところも、まあ、若干焦ってしまったのかなというところがあるので、手のところは仕方ないにしても、まあ、当然精度のところもそうですけども、前進の形やれることはあったのかなと思います。まあ、後半のポジティブ要素は、まあ、先ほども言ったように、まあ、リンセの点のところで、まあ、リンセの試合後のコメントを見ても、まあ、リンセ自身は変わってないと思うので、負けてはしまいましたけども、プレビューで言ったリンセに対する期待には応えてくれたのかなと思います。武田の起用に関しては、まあ、大久保が一応ウイングのポジションだったんですけども、まあ、武田が張っての形、大久保はまあ狭いスペースのところで、まあ、受けるのが上手い選手、まあ、武田は左足のキック精度に、まあ、かなり特徴がある選手ということで、まあ、指示があったか分かんないですけども、まあ、現象としてはまあそういう形になったと。まあ、左足の選手を右に2枚置いたので、まあ、ハーフスペース取って右足で折り返す、まあ、そういった動きはまあ若干少なくなってしまったかなという感じではありました。ただこの武田のキック精度は、まあ、現状のレッツの中ですと一つ抜けてるものあると思いますので、今後武田がどのポジションで使われるのか、オプションとしてジョーカーのような存在で後半の途中から起用されていくユニットの組み合わせ含めて、この辺はさらに楽しみになってきた武田秀俊だと思います。
まあ、今後の試合のところで言うと、まあ、敦貴の負傷が軽傷であることを祈るばかりですけども、まあ、ただ鹿島戦では、怪我人が何人か戻ってくると監督のコメントもあったので、まあ、この直接対決の中ではこれ負けてしまったという事実はしっかり重く受け止めないといけないんですけども、まあ、現象でかいつまんでみると、まあ、こういった、まあ、いい部分もありますので、まあ、そういったところに期待して鹿島戦もしっかり、サポートしていきたいなと思います。それでは、ご視聴していただきありがとうございました。チャンネル登録、評価の方もよろしくお願いいたします。それでは。